アレクセイ・ラミレス。アレクセイ・フェルナンド・ラミレス・ロドリゲス。アレクセイ・フェルナンド・ラミレッツ・ロドリーゲス。1981年9月22日体は、キューバ共和国ピナール・デルリオ州、ピナール・デルリオ出身のプロや選手、遊撃手、右投げ右打ち。愛称は、キューバン・ミサイル、キューバン・ミサイルで、この愛称は、アロルディス・チャップマンら、他のキューバ出身選手にも使われている。 キューバでは国内リーグセリエナシオナルデベースボールのベネーロスでピナールデルリオに所属シーズンから低シーズンまでの7シーズンで521試合に出場打率332.73本塁打328打点という通算成績を残し最終シーズンには本塁打王のタイトルを獲得したキューバ代表としても 実績を残し、のアテネオリンピック野球キューバ代表や2006年の第1回 WBC キューバ代表にも選ばれた。アテネでは、金メダルを獲得、第1回 WBC では9番打者として16、打数6安打、打率375を記録し、キューバ準優勝の一翼を担った。私生活では、ドミニカ共和国から医学を勉強しに、 キューバへ留学していた女性と結婚。2007年9月、妻に会いに行くとして、詐称を取得した上で、ドミニカ共和国へ入国し、そのまま亡命した。キューバでは、亡命を防ぐために、選手の出国が厳しく制限されており、これまで他国に亡命した選手の中には、イカダで密入国し、パスポートを不正に入手したユニエスキーベンコートのように、法を犯してまで逃亡する選手もいた。 しかしそんな中でラミレスは、詐称を受給し、堂々と、しかもアテネオリンピックで手に入れた金メダルなどの私物を、持ってくるほど余裕を無失出国し、亡命を果たした。WBC に出場したのを機に、MLB でのプレーを決意したというラミレスに、複数の球団が興味を示した。1月22日に、シカゴ・ホワイトソックスと4年475万ドルで、契約を結び、 入団したことが発表された。おじいぎえ監督によって、9番ミサイルと命名され、スプリングトレーニングでは、フアンウリーバと二類種のレギュラーを争うが、開幕戦には6番、中堅種として、先発出場。3.4月は中堅を中心に14試合に出場し、月間打率、121と苦しんだ。さらに5月には、 アテネオリンピックの金メダルが盗まれるハプニングに見舞われる。しかし、同月中旬からは二類種に定着し、月間打率も同月は、2956月は、355と上昇していく。ポジションを維持したままレギュラーシーズンを過ごし、最終的に打率、290.21本類が、アップス792まで到達した。 万類の場面で特に勝負強さを発揮し、打率471.4本塁打を記録。シーズン終了後には、新人王投票で、エヴァン・ロンゴリアに次ぐ2位となった。チームは、シーズン終了後、欲の声優劇手として、ラミレスを2塁手種からコンバートする意向を、早々と決め、2008年にホワイトソックスで声優劇手を務めたオーランド・カブレラが FA と、 なっても引きめなかった。二年目のシーズンは開幕戦に8番、遊撃手として先発。主に下打戦や2番打者などを担い、長打こそ減ったものの出塁率を前年より上げた。は、自己最多の156試合に出場。2009年と同じく遊撃手として出場。打撃面では打率28。282.18本塁が70打点。 13盗塁を記録し、自身初のシルバーアスラッガー賞を受賞。本塁打は15、盗塁は13以上の数字を3年連続でマークした。一方、守備面ではゴールドグラブ賞の有力候補とされていたが、失策数でラミレスを下回るニューヨークヤンキースのデレク・ジーイが受賞した。このジーターの受賞に対しては多くのアナリストが疑問を呈した。 2月3日に4年総額3250万ドルで契約を延長した。2011年は出場158試合中100試合で2番打者を担った。この年も15本塁打を放ち、メジャーデビューから4年連続で15本以上を放ったことになか、盗塁は7つに止まり、メジャー4年目で初めて2桁未達に終わった。 投塁数こそ自己最多の20を記録したものの、打撃成績は打率。265.9本塁が、アップス651と、MLB デビュー以降では最低の成績に終わった。特に支球が少なく、自己アーストの16支球だった。は一番を打つことも多かったため、ヒッティングに徹した結果、自己最小の6本塁が、48打点に終わったが、リーグ7位で、 自己最多の39二塁打、自身初の30投塁、自己2番目の打率。284、自己最多の181安打をマークするなど役割を果たした。また、打席数は増えたが、4年ぶりに三振を60個台にまで減らした。守備面では、アリーグの遊撃手では、ワーストとなる2二失策を犯しが、DRS はプラスだった。は、自身初となる。 オールスター出場を果たした。また、4年ぶり2度目となるシルバースラッガー賞を遊撃手部門で受賞した。レギュラーシーズンの外境としては、4年連続で158試合に出場して、打率273.15本塁打、74打点、21盗塁という好成績をマーク。本塁打は3年ぶりに15本以上で、盗塁は3年連続20以上で、 一数25で21回成功させており、自己最高の成功率84%を記録した。守備面では、切削を15まで減らしたが、DRS に関しては、マイナス、マイナス4、だった。は154試合に出場し、2010年から6年連続150試合以上に、出場と、頑丈さをアピール。だが、オフェンス面ではやや低調で、打率。 249.10本塁打、62打点という打撃成績に終わった。なお、この年、通算100本塁打を達成した。守備は、前年からほぼ横ばいの成績で、16失策で、守備率、977DRS-6 という、成績だった。また、投手として、マウンドに上る機会もあり、1イニングを1安打1、至急で無失点に抑えた。 11月4日に FA となった。1月22日にサンディエゴパドレスと1年300万ドルで契約を結んだ。9月4日に自由契約となった。パドレスではショートのレギュラーに据えられて128試合に出場していたが、打撃面では打率。240.5本類打、41打点、6盗塁に対して9盗塁死と結果を残せなかった。 ショートの守備も不審で、111試合で守って14、失策、守備率、969DRS から17という惨状だった。なお、メジャーで初めてライトの守備にもついた。2016年9月8日にタンパベイレーズと契約した。レーズでは、ショートで17試合に出場して打率、246.1本類打、7打点に通る予記録。 籍前より上向いたとはいえ、依然として低調だった。一方、守備面では安定し、無失策、DRS から3に止めた。シーズントータルでは145試合に出場し、打率、241.6本塁打、48打点、8盗塁という打撃成績を記録。打率は、自己ワースト、本塁打と打点は、ワーストタイと、結果を残せないシーズンとなった。 オフの11月3日に FA となった。は、所属球団なく3月22日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約8月16日に解雇となる打撃は早いカウントから積極的に打っていく典型的なフリースインガーでありボールゾーンのスイング率は2008年にブラディミール・ゲレーロに次いで両リーグ2位の42.7%を 記録している。その後の3年は32.3%、35.4%、35.5% 35. と低くなっていったが、2012年に5位の41.5%を記録している。一方で、主に2番を打つため打席数は比較的多いが、ボール球に手を出す割には、三振が少なく自己ワーストで84三振。 例年60から80程度で一度も1 0三振を超えたことがなく、三振率もメジャー平均を大きく下回っている。遊撃手としては、MLB 全体でもトップクラスの守備範囲を誇り、強権も兼ね備えている。2008年から2012年までの5年間の守備、防御点は、全遊撃手で、ユネル、エスコバーに次いで2位のプラス41、ザーでは、JJ ハーリー、 ジミー・ロリンズに次いで3位のプラス31.4を記録している。もともとは遊撃手であるものの、キューバ国内リーグ最後の2シーズンは中堅手として出場することが多かった。キューバ代表として出場した国際大会ではスーパーサブのような役割が多かったが、2007年のパンアメリカン競技大会ではそれまで2類を守っていたユリエス・キグリエルが3類種にコンバートされ、 空いている二塁に、ラミレスが回った。キューバ国内リーグではさほど投塁数は多くなく、成功率も低かったが、アテネオリンピック前に行われた日本代表との、走行試合、第2戦では、三浦大介から指揮を選んで出塁し、自打者の初級に投塁をめて見せる活躍をした。MLB の公式プロフィールで、身長六フィート二インチ、約八十八センチメートル、 体重180ポンド、約81.6キログラムとなっているように、送信で MLB1 年目のスプリングトレーニングを取材した、フォックススポーツ記者のは、ホワイトソックスの選手としては、マイケル・ジョーダン以来のヒょロヒょロだと表現している。ホワイトソックスに初めて交流した際に、球団のトレーナーやコーチは、ラミレスの肉体を見て、アフォンソ・ソリアーノのようだと感想を漏らしたという。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。